スタートしました。おっと、10番のゴールデンガッツが立ち遅れました。最初の池垣障害に向かいます。前は固まっていますが、まずはシゲル重役が出ていきまして、踏み切ってジャンプ。まずはシゲル重役先頭です。1馬身のリード。おっと、後方で10番のゴールデンガッツが落馬しています。さあ第4コーナーをカーブ、先頭はシゲル重役です。1馬身から2馬身のリード。2番手には当選オーパス、ビービースカット、さらにはセイエイと並んでいきます。外には成田シャトル、あとは2馬身14番白山、その内から4番和車モノタリンで最初の水郷障害へと向かいます。シゲル重役踏み切ってジャンプ。綺麗な飛越を見せています。後方まで続々と飛越、池垣の障害へと向かいますが、シゲル重役踏み切ってジャンプ。なお2番のカピターノが競争を中止しています。さあ5番のシゲル重役先頭で2馬身のリード。1コーナーから2コーナーへ。2番手にはビービースカット、その後当選オーパス、3番手池垣を踏み切ってジャンプ。綺麗な飛越です。その後にセイエイが差を詰めて、さらには成田シャトルが行きました。その後ろからは馬車モノタリン、それをかわして白山ダートを横切ります。その後ろにアイルランドのブラックステアマウンテンがつけて、2コーナーの谷の下り、先頭は早くも駆け上がって向こう上面、5番のシゲル重役先頭です。3馬身のリード。2番手には8番ビービースカット、1番当選オーパス、3番手、あとは1馬身差16番成田シャトルが4番手、その後ろは1馬身差15番のセイエイト、さらにラストから14番白山で、さあ大障害コースに入っていきます。深い谷を駆け上がりまして、最初の難関第一区策に向かいます。高さ 1.6 メートル、幅 2.05 メートルの第一区策、ダートを横切ります。5番のシゲル重役先頭、リードは2馬身です。ビービースカットが2番手、第一区策に向かいます。さあ先頭シゲル重役踏み切ってジャンプ。さあ綺麗な飛越、後方はどうか。全馬無事飛越を終えました。拍手が沸き起こります。左にカーブを切りまして、5番のシゲル重役先頭、2馬身のリード、8番ビービースカットに、そこから1番の当選オーパス並んでいきます。直後には馬車モノタリン、さらに内からセイエイ、成田シャトル、その務めから追走する力愛黒船、中段からやや後方といったところ、4コーナーから3コーナーに向かいます。5番のシゲル重役先頭で1馬身のリード、2番手には8番ビービースカット、当選オーパス踏み切ってジャンプ。そしてそれに馬車モノタリンが一気に3番手に上がっていきます。セイエイ、内からブラックステアマウンテン、外には成田シャトル、さらには力愛黒船、バートルリバーは後方です。さらにはメルシーモンさんとマイネルネオス、そしてウォークラウン、最後方が谷のハービービー。3コーナー谷を下って駆け上がります。5番のシゲル重役先頭、リードを1馬身半取っています。再び大障害コースに向かいます。2番手には1番の当選オーパス、それに14番白山が迫っていって、高低差 5.3 メートルの深い谷を下って、さあ駆け上がっていきます。5番のシゲル重役先頭です。ダートを横切ります。そして内からは1番当選オーパス、14番の白山と続いて、高さ 1.6 メートル、幅 2.4 メートルの最大の難関、大飛躍に向かいます。シゲル重役踏み切ってジャンプ。綺麗な飛越です。さあ後方はどうか。全馬飛越です。右にカーブを切りまして、5番のシゲル重役先頭です。2馬身のリード、14番白山2番手で池垣の障害、踏み切ってジャンプ。3番手1番当選オーパス、飛越を終えました。その後ろから4番ワシャモノタリン、さらには8番ビービースカット、アイルランドのブラックステアマウンテンも接近して、 1,2 コーナー中間の障害へ、5番のシゲル重役踏み切ってジャンプ。綺麗な飛越です。2番手には14番の白山、その後ろからは1番の当選オーパス、ダートを横切ります。ビービースカット、ワシャモノタリンと続いて、2コーナーの谷を下ってこれから駆け上がっていきます。先頭は5番のシゲル重役です。リードは2馬身、14番白山2番手、向こう上面に入ります。3馬身差、1番当選オーパスと8番ビービースカット並んで、これから芝の外回りへと入っていきます。その後ろから馬車モノタリン、ブラックステアマウンテンと、この辺り固まってきました。あとは2馬身差、離れましたがハードル障害へと向かいます。シゲル重役踏み切ってジャンプ。白山がこれで並んでいった。白山今度は先頭か。内で食い下がる5番のシゲル重役、3馬身のリード。2番手には4番ワシャモノタリン、それに1番当選オーパスが接近して、第3コーナーのカーブ、さらにはブラックステアマウンテン、そしてその後ろは4馬身相手、精鋭の追走です。 3,4 コーナー中間のハードル障害へと向かいます。先頭はシゲル重役、盛り返して今踏み切ってジャンプ。2番手には白山、そしてワシャモノタリン、その後ろからブラックステアマウンテンが並んでいった。今4番手から3番手、あとは当選オーパス、の後ろ力愛クロフで、それからセイエイと続いています。あとは谷のハービービー以下、第4コーナーのカーブに入っています。さあ先頭はシゲル重役、残り400を通過、それにブラックステアマウンテンが並んできた。4コーナーから直線へ、最後のハードル障害に向かいます。その後ろには白山が3番手、先頭2頭踏み切ってジャンプ。ブラックステアマウンテンが先頭に変わるか。内で食い下がるシゲル重役、そして力愛黒船で200を通過、その後ろから谷のハービービー、先頭は12番のブラックステアマウンテンが立って坂を駆け上がる。5番のシゲル重役に力愛黒船で、3番手から2番手前に迫るが、ブラックステアマウンテンゴールイン。高々と手を挙げました、ルビーウォルシュ。